どうもこんにちは。赤髪で出兵したらガダルカナル島海賊になりました。また地獄に派遣されてて草。ということでライジングストームやっていきます。チームは日本軍で早速万歳突撃。親の顔より見た風景。親の顔もっと見て。マップはガダルカナルでヘンダーソン飛行場への第一総攻撃をやっていきます。戦闘は怖いから一歩後ろで突撃しています。裏切ったなぁ。勝手に信頼してただけだろ。しかし日本兵はすでに決まったことに文句は言わない。大気大声で叫び散らかしてましたけど、あれは気合入れの一種でして、ちょっと疲れたので休憩。兵としてあるまじき体力のなさ。その間米兵とキャッチボールをします。キャッチボールかっこ手榴弾。投げ返してこないね。受け取ったら即死ですから。何悪いな。ハラスメントの頂点じゃねえか。手榴弾のキルログ確認。これがベテランプレイヤーの実力ですよ。さっさと敵陣地に入って一番取り締まる。味方がすでにいてさ。とりあえず機関銃陣地制圧。こっちは攻撃側だから援軍が来るまで待って。バンザーイ。なんで？じっとしているのは将に合いません。迷惑かけるだけだからじっとしておけ。米兵が見えるが突撃いい。撃ち殺せ。味方撃ってんじゃねえか。これが日本の力。待ってまだ敵いるやん。危なすぎない。スリルがあった方が楽しい。現代が出ているのはスリルじゃなくてただただ恐怖だから。しかし突撃した3人全員が生き残るとは。ガリガリ君のあたりぐらいの確率だぞ。そう聞くと大したことなさそう。今の私たちならいける。天下取れる。待ってこれ何の話。現れたな米兵。この猛烈な射撃から逃げることはできる。側面から死ぬほど撃たれてて草。おかしいな。日本兵は富士大和芸者、そして大和魂を持っていて、その大和魂は敵の弾を弾き返せると聞いたんだけど、霊夢が持っている日本に対する知識が開国前の外国人並みなんだが、うん、ちょっとここで休憩。マジでこいつ休みすぎだろ。敵陣地を突破するためにはまだ力が足りない。桜台と注入します。人間に注入すんな。みるみる力が湧き上がってくる。壁越しで敵の位置が分かっちゃうんだな。十分な戦果だろう。1キルで満足する人は FPS の動画出さないで。下手くそでもいいじゃない。アジンだもの。化け物じゃねえか。さっきと同じ通路にまた死体が。めっちゃガン待ちしてそうだな。かかったなバカめ。何にかかったんだよ。袋のネズミ状態さ。さようなら。出てくるタイミングが甘かったな。そうでもなかったよ。次会った時に勝てるよう天国で鍛錬を積む。今からそっち行くわ。天国再開 RTA。さっきエイムやめた瞬間に敵って怖かった。私も怖かった。だから永遠にエイムしておきます。対策方法が 100% 納金なんだが。A拠点も無事占領完了。大日本帝国の進軍は止まらないし私たちも止められない。暴走してんじゃねえか。全員で突撃すれば怖くない。切実な思いだな。みんな恨み大和魂を分けてどうやって渡せばいいんだよ。万歳とコメントすれば良いのでただの米稼ぎじゃねえか。あ、みんな書き込んでくれているみたいだね。ニコニコ動画になっているんですが、そらコメント欄でマリサのボケを評価してくれてるよ。どこにあるのかわかんねえよ。っていうかコメントが多すぎというか霊夢アンチしかいねえじゃねえか。ひどいことを書いていた人は後で訴えます。ワザップジョルのかな。それだけとは限らなくない。というか近くから銃声がめっちゃする。それなら隠れる努力をしろ。この威勢で相手を動揺させてるんです。ほらこの通り行き。八の巣にされてて草。リスポーンしました。とりあえず万歳突撃。それにしてもライジングストームで野戦マップは初めてだね。前に野戦動画投稿してましたけど、1年以上前の記憶は全て削除してるから。生活への弊害やばそう。敵陣地に到着。とりあえずクリアリングをしよう。米兵発見。発砲許可を打ち終わった後言うな。とりあえず包帯巻き巻き。そういえば実はこの動画実際のプレイ映像より輝度を上げています。夜だから暗いしな。実際はどれくらいの明るさなんだ。これくらいです。控えめに言ってプレイ不可能。本当はこんぐらいの明るさで少し見づらい程度だな。敵基地正面まで来たけれども射撃が激しすぎて前進が難しい。文字通り制圧射撃してきているな。そんな卑怯なことはやめろ。卑怯な要素あったかないけれども。霊夢って本当に日本語が母国語。顔を出せない以上手榴弾で敵陣地を攻撃するほかない。投擲用意。放て。アップな、びっくりしすぎて立ち上がっちゃった。この動作が怖い。敵の拠点の裏まで急行。後方から侵入して全員、はい見つけました。親方草むらの中に米兵が。容赦なく撲殺してて草。これが大和魂の力だ。弾の硬さを褒めろ。敵後方側面に到着。とりあえず敵発見。やったかな？ちなみに今回も20代から80代までに愛されるおなじみの武器、百式機関単銃できています。確かに日本の武器としては有名だけど幅広い層に支持されすぎじゃない？そっか20代は三八式だよね。どういう意味じゃねえよ。暴走し始めんな。味方さんが草むらに向かって撃っている。そこか見つけた。グレネードのキルも合わせてダブルキル。そしてまた万歳突撃。完全に交通機関とかしているな。敵拠点の施設が見えた。一気に突撃。そして一億玉砕。負けてんじゃねえか。この闇に隠れて前進する感じ。プレイしててめっちゃ楽しい。わかる。夫はそこに見えるのは敵では？なんでわかるんだよ。私にもわからん。草むらの裏に敵がいるな。こういう人もしっかり倒していきます。あわよくば前線を裏から壊したいね。建物内に侵入。やばい隣の部屋から米軍司令官の声が聞こえる。今詰めないのか。後方の安全確認してから行くよ。やはり入ってきたな。エイムブレブレだったけどキル。弾切れなのでリロードをしよう。アップな、安全確認終了。拠点内にいる奴全員倒す。まさかこんなところ。めっちゃガン待ちされてました。敵さん言うのねえマリサ、なんだ。私たち全然突破できてないじゃん。そうだな。これの原因っておそらく英語使っているせいだと思う。絶対関係ないよ。だから今から外来語禁止にします。英言語復活。とりあえずここら辺はオッケーかな。早速引っかかってんじゃねえか。どこの話？オッケーって言ってただろ。それ英語だったの。あれそこから話さないといけない感じ？そんなこと言ったらマリサも言ってたじゃん。全部言った？早速って。
あ、もしかして外来語って漢字も含まれてんの？当たり前でしょ。軽く死んでくれ。適当なこと話してたらあと15秒で負けそうです。マジでふざけんな。大丈夫、敵陣の占領が開始されればオーバータイムに入るから。ということで決死の万歳突撃。他のプレイヤーもわかっている感じだな。敵陣に切り込み。じゃあ残り4秒で占領が始まったけど真っ先に撃ち殺されました。戦争の無慈悲さがよく再現されてるな。しかし動画の残り時間もまだある。急にめたい。この勝負もらいました。普通に負けました。なんで？一応戦績は4位だが、ここではまだ終われない。というと？もう一戦やります。もうお腹いっぱい。ということでスペシャル豪華2本立てでいきます。言うほど豪華じゃねえよ。そして今回は敵弾兵を使っていきます。初めて使う兵科だな。突出するべきなのは日本軍の傑作兵器89式銃敵弾頭を持っています。第二次世界大戦で日本軍が使っていた実質グレネードランチャーだな。これが滅法強い。照準に癖があるけれども、極戦場に飛ぶから遮蔽物を越えて攻撃できるよ。早速敵発見。うまく決まったな。今回はペリリュー島マップで飛行場までの防衛線を維持するよ。おそらくここに私がいることに敵は気づいてない。日本兵は一回撃たれたごときで死んだりはしない。もはや化け物の領域。前線側面に到着。遠くにチラチラ見えているのが敵かな。だいぶ当てるのは厳しそうだな。ははは、このゲームをもう7年もプレイしてるんですよ。私の腕を舐めないでもらいたい。狙うこと諦めんな。だだっ広い戦場には敵弾頭に限る。飛距離はだいぶ長いな。もともと数百メートル先の敵に当てるための武器だから、ゲームぐらいの近距離戦なら問題なく当てられるよ。照準はないみたいだが、どうやって狙ってんだ？ほぼ感覚でやってます。当たらないわけだな。納得しないで。ただ何回かやればすぐに感覚をつかむ。一人ぐらいキルしてから言ってもらいます。正論すぎて言い返せない。ただ敵弾頭は弾が6発もある上に弾薬補給所も多いから、結構微調整しながら連発できるよ。ちなみにこの武器には爆笑する逸話がありまして、この敵弾頭英語だとニーモーターっていうらしいです。本来は地面に置いて使うのですが、露飼した米兵は名前でイメージして膝の上に置いて試し撃ちをするんです。そしたら爆発の反動で膝が折れてしまう人が続出したっていう笑い話です。聞いている限りには鳥肌しか立たないんだが、あまりは英語には気をつけろってことで、結論の出し方が世界一下手くそ。敵弾頭用意、撃て。あの敵のスモークの中に打ち込んでいきます。おそらく初弾で近くに命中したって。しっかりキルしてるんだな。おっと、A拠点が点滅し始めた。向こうにも援護射撃します。リロード速度が速くてすぐに撃てるのがいいな。これはヤマト魂の具現化ですから、意外に常識的な武器になるのね。岩陰から米兵を射撃するのは楽しいな。外してますよ。牛の情けです。2発目で殺してますよ。牛は容赦をしません。お前の中の牛ぶれすぎてない？後ろから回ってきている奴がいそう。長年の勘が言っている。そうでもなかった。これは悲しい。仕方ないのでリスガリします。今が仕方ないのか。ほらほら、銃弾はうまいか。おっと、近く戦場なのに寝てる暇じゃないぞ。戦場で倒れている人を見かけたらまず死体を疑ってください。しもらいせまでの睡眠だろう。なんかカルト教みたいなこと言い始めた。し笑いせのための片道切符。我々はそこまで走って向かうんです。全員設定どこ行った？おっと、ここは良い射撃スポット。南部拳銃の力を舐めるな。敵兵から自分の膝まで破壊するぞ。暴発してんじゃねえか。確か3発は弾切れなのでリロード。あ、まだ全然弾入。当然が命取りになりました。スモークを見つけたらすぐ撃ち込みます。めっちゃ無慈悲だな。直径10メートル範囲ならダメージを与えられるらしい。よし、キルログ出たね。実際のところ米軍には火炎放射器があるけれども、日本軍にはスモークに対する有効的な対処法がこれぐらいしかないから、しっかりその役目を担っていきたいところ。また1キルできたみたいだな。とりあえず撃てばキルが取れるので楽しい。絶対それが本音だろ。出たな、火炎放射兵。足りるな。まずは奥の奴から仕留める。やったな。そして次にお前を一撃。バレル曲がってんじゃないの？お前の目が曲がってんだろ。もしそうだとしたらどうしようもなくて泣いた。でも私目は大切にしてますから。右目は 0.001、 左目 0.003。 となくとも今よりも100倍目を大切にしろ。よしよし、敵を追い込んでいくぞ。早速米兵を発見。このスーパーショットを食らえ。バンザー。意外突撃で外したことをごまかすな。相手は弾切れなのは見えた。どうせサブウェポンは拳銃。いい武器をお持ちで。その後後方にいた味方も一網打尽にされてました。これは悲しい。突撃。少しは学べ。突撃こそ最強の戦術。ガールズ&パンサーで学びました。破綻学園に帰れ。相手の動きは読めた。こっちから行けば一気に距離が詰められて、これが楽しいから突撃はやめられない。相だけ打ち込んで負けた敵が不遇すぎる。その後突撃したら普通に勝ちました。順位はこんな感じ。微妙だな。やめて。ということで今回の動画はここまで。それではご視聴ありがとうございました。